こんばんは、江端です。王子に引っ越してきまして、王子の新居にいます。で、王子の新居に引っ越す前夜の話なんです。聞いた話だけど、なんで細麺なのかって言ったら、早く茹でられる。で、なんで豚骨なのかって言ったら、栄養素がいっぱい出てきてる、そのスープを飲ませてるから。とにかく労働者に早く栄養を到達させたいとでも言うのか。とにかくお腹が空いてるやつにパッと早く、バリカタとか出して、バリカタっていうのは、細い麺だから、すぐに、ほら、ちょっと茹でたかもしれないけど、言ってることは分かると思うんだけど、入れると、すぐに柔らかくなっちゃうから、だったら、最初からバリカタ、針金ってのもあるらしいな。で、そのままで入れるのもあるって聞いたけど、で、博多ラーメンってのはちょっと特殊なね、そういう、労働者って言ったら差別用語になるのか？そんなことないだろうな。一生懸命働いてる人、俺は、貧しい人とか、弱い人だと思ってないよ。一生懸命汗出して働いてる人はどこがいいんだと思ってる。俺もそんなことも散々してきたし。博多ラーメンってのはあれだからね、何だろう、一生懸命働いてる人が、さあ、お腹すいた、今から食べようっていう時に食べるラーメンだと思うんですよ。だから美味しい。俺はすごく好きですよ、博多ラーメン、長浜ラーメン。本場で行った時に食べたこともあるけど、どこがなかったかなってのは、金龍ラーメンってのがなんかあった。博多に仕事に行って、で、次の仕事まで1週間空いちゃうから、やっぱさ、博多にいてくださいよ。 いいですよ。で、ホテルで休んでればね、いいだけだから。その間映画見に行ったり、いろいろしましたけど、で、その時に食ってんのが、博多ラーメンはうまいっつって。で、1日3食ずっと博多ラーメン食べてたんですよ。そして、ニンニクトッピングで無料で入れられますっつって、こうやって、ぎゅうぎゅうって生ニンニクを絞るような感じのやつ入れて、ただ単なる入れましょうって、4個とか3個とかずっと入れてて、で、その1週間ずっと博多ラーメンしか食べてなかったんですよ。毎日下痢。そして、ニンニク臭い。別に、そこに女の子が来るわけじゃないから、そのまま、毎日ずっと食べてますけど、また食べると癖になるんだよね。それ、食べてるとね、うまさがわかるようになってくる。
たラーメンはね、ちょっと食べてみるといいと思うんだって、まあ、食べたことあると思うんだけど、うん、まあ、食べ続けると面白いっていうか、面白いって言っちゃいけないんだろうけど、うん、あれはあれで美味しいですよ。そんなのをね、ちょっと大塚最後の夜何食いたいかなって、やっぱあそこ大塚のその博多ラーメンの店、うん、博多から来た人もいて、あそこの美味しいですよって言われるようなお店なんですよ、うん、それをね、相手最後に食べてみたんですよ。まあそんな話なんですよ、ごめんなさいね、長くなっちゃって。